皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、部屋の中でねクーラーをつけてじっとしているとですね、左足に患っているその帯状疱疹後神経痛がね、痛みをね増します。まあ冷えるんでしょうね、冷えてるんでしょうね、まあ、そもそもその痛みっていうのはね、冷やすよりも温める方がいいよとね言われているのに対してですね、言われてたんですよ。でもそれに言われているのに対して、この温めるよりも冷やす方がいいよって言われることもあるんですよ。でこのようにね、その真逆の情報をね得てね、混乱することがねあります。もうほんまに僕はね、ほんまにそれで混乱してたんですよ。どっちやねんって感じでね。でね、そのこの左足に患っている帯状疱疹、そしてその後に起こっているこの神経痛っていうのはですね、最初は冷やしなさいって言われてて、まあ、しばらく経ったらね、温めなさいって言われてね、もうどっちやねんってね、ほんまになってたんです。しかしですね、最近ね、その意味がね、やっと分かってきたんですよ。まあ、分かってきたというかね、まあ、調べて分かったんですけどもね、まあ、それはね、その痛みというものは、最初はその痛みが出した時っていうのはですね、その痛みが出てる患部、まあ、その場所ですよね、痛みが出てる場所ですよね。で、その痛みが出てる場所っていうのは、炎症をね、起こしてるんですよ。で、その炎症反応っていうのをね、起こしてるんです、体が。で、その炎症反応っていうのは何かと言いますとですね、血流量ね、血流のね量がねすごいね増加してて、めっちゃ増えててですね、腫れ上がって熱が出てる状態の時期なんです。なのでこの時期にですね、温めるのはね、ほんまに逆効果らしくてね、で炎症反応を手助けして痛む期間が長くなってしまいますっていうことなんですよ。せやからね、この時期にね必要なのは、炎症を抑制すること、抑えることが必要であってですね、局部をね、まあその、傷んでた患部の部分をですね、安静にして熱を抑えること、まあ、つまりですね、冷やすことがね、重要なんですよ。ちなみにこの時期っていうのは、その痛みのね、急性期と言われています。ということはね、ということはですよ、その急性期があればね、慢性期があるわけですよ。で、その急性期っていうのは簡単に言いますと、例えば病気になり始めた時期のことです。病気や怪我によるね、その症状が急激にこの現れるので、まあ、体はもちろん心にもね、精神的にも負担が多い時期でございます。そしてね、慢性期というのはですね、その症状が比較的安定して落ち着いている時期なんですけども、まあその、まあ、再生とか、まあ、再発の予防とかね、この体力を維持することをね、考えるので、それなりにその長期にわたるね、治療を続ける必要があったりする時期なんですよ。ほんでね、まあそんなことがあるからね、そのたくさんの人らが、まあ自分で思っているよりも、その治るのに時間がかかってるやん。なんか遅いよな。私ってほんまに良くなっていくんかな。そもそも治るの？もうこのままやったらほんまに治らんのちゃうかな。というね、そのマイナス思考になることもある時期なんでございますよ。そしてそんな慢性期に入った痛みなんですけどもね、この時期っていうのはもう急性期の頃のようにね、その突発的な痛みっていうか、そのまあ衝撃的なね、ドーンとかガツンとか、ぐさーっていう痛みのようなものは、まあ引いていて和らいでいる状態なので、ということはその炎症はね、起こってないっていう状態なんですよ。しかしまだその少しの痛みが残ってるし、で、そしてそのね、少しの痛みっていうのが、ね、いつまでもずっと続いて取れないので、もう嫌やわーというのが慢性期の痛みなんです。ほんで、なぜ痛みが取れないかと言いますとですね、それはね、その痛みた部分ね、その痛くなったところがね、その疲労をしててっていうか、まあ疲れている状態でして、まあ、機能不全に陥っている状態なんですよ。で、そのね、痛めた部分のね、筋肉っていうのがね、その、まあ、硬くなってて、血流がね、阻害されてて、まあ、血の流れがね、悪くなっててですね、でその痛めてて、疲れてる筋肉の部分に、その、まあ、酸素とかね、栄養がね、うまく行き届かなくなってて、まあ、その結果、なんか、だる重いようなね、痛みが出て、それが長続きしてる状態なんです。そりゃそうですね、血液の流れが悪くなってきたらね、まあ、その分ね、そこに、その、栄養とか酸素とか行き届かない状態になるのでね、
それはね、そこの部分に異常が発生してしまいますよね。これがね、まあ他の臓器とかね、胃とか腸とか肝臓とかやったら、まあ、えらいことになるんでね、まあそんな状態だったらね、入院してますけどね。ちょっと話を戻しますね。まあ、なのでね、まあこの時期っていうのは、そのね、慢性期っていう時期っていうのは、温めて血の流れをスムーズにしてあげて、傷んでるところに十分なね、酸素と栄養が行き届くようにしてあげることが重要なんですよ。ということになりますね。まあ、このことから考えますとね、まあ、今の僕の状態はその帯状疱疹のね発症時期から比べますとですね、まあ、そのね先ほども言いました突発的な、まあ、衝撃的な痛みというのはなくてですね、あのなんか締め付けられるような感覚になって、まあ、どこかにだるくて重いのがね継続中なんでございます。なのでね、ほんまに慢性期なんでございますよ。ほんでね、まあ、先ほどから言ってる慢性期ということは、痛みが出てる部分が疲れてて、まあ、そのね部分の筋肉が硬くなってて、血流が悪くなってて、機能不全に陥ってる状態なので、温めなければなりません。なのでね、その今日の動画の初めでね話した、その部屋の中でクーラーをつけてじっとしていると、左足に患っている帯状疱疹後神経痛が痛みを増しますというのはですね、まあ、筋肉は硬くなってて、血流が悪くなってて、機能不全に陥っている状態なのでね、冷やしたらあかんかったっていうことなんでございますよ。まあ冷やしたらあかんかったっていうのも、その冷やしたら痛くなったっていうのもそうなんですけども、まあ、そもそもその帯状疱疹後神経痛の痛みが出るっていうその原因っていうのはですね、まあその他の、まあ普通の神経痛のね原因とはまた別のもんなんですよ。まあ、普通の神経痛っていうのは、その例えばね、その骨が歪んで、その筋肉をこう押してしまって、それ越しに神経が圧迫、こっち側にある神経がちょっと圧迫されていて痛みが出てしまうっていう、その末梢神経障害とかね、まあその他にもね、よく聞く椎間板ヘルニアっていうのやったら、その椎間板から出たね髄核というね、まあ、ゼリー状のものがあるんですけども、その一部がこうピュッと飛び出してきて、その何やったかな、髄もう名前忘れた、そのね、あの椎間板 の、まあ、実は腰の方で、腰で良くなる人が多いんで、その腰にある神経を圧迫することで痛みが起こるようにですね、まあ、何か神経に、何かしらが神経に触れて痛みが出るものなので、その何かしらがですね、そのそれぞれの神経に触れて痛みが出るものなんですよ。それに対してで、まあ、その帯状疱疹後神経痛の痛みが出るその原因とはですね、その帯状疱疹を、ね、発症した時には正常だったその神経繊維、その時の神経がね、ウイルスによってね、その帯状疱疹のウイルスってあるんですけど、そのウイルスによって傷つけられてしまうことで、発症すると、痛みが発症するとね考えられています。なのでね、その帯状疱疹後神経痛の痛みっていうのは、そのウイルスによって神経が傷ついた結果、神経の過剰な興奮やね自発痛とかね、がねあって、痛みを抑制するその経路の障害などが起こってですね、まあ、これが原因となって、痛覚過敏っていうのとか、アロディニアっていうのがね起こるんですよ。そのアロディニアっていうのはですね、その難しい言葉なんですけども、初めて聞くことだと思うんですけどね、そのアロディニアっていうのは、そのいろんな痛みによってその脳がね過敏になってしまってですね、まあ、本来は痛くないよっていうところの場所とかに、その本来はほんまに痛くないような刺激があったとしても、それを痛いと感じるもののことをアロディニアと言います。まあ、異常症とも呼ばれますね。まあ、異常症というのは、あの脂質異常症という言葉でね使われることが多いんですよ。まあ、その通りね、脂質が異常なんですよ、脂質異常症というのは。で、その脂質異常症っていうのはですね、まあ、ついでに説明しておきますけども、血中のね、血液中のね、中性脂肪やコレステロールが基準値より高かったり、善玉コレステロールが基準値より低かったりすることを、あの脂質異常症と呼びます。まあ、先ほども言ってますけど、その名の通りですね、脂質が異常なんで、まあ、何かがしら、その、通常ではないですよっていう感じで、まあ、そのようなイメージでね、認識してもらえばまあいいかなと思います。話を戻しますね。ほんで、その神経痛にはね、大きく2種類がありましてですね、まあ、先ほども出てきました、そのね、椎間板ヘルニアなどがね、神経を圧迫して生じるね、座骨神経痛とかね、まあ、帯状疱疹のね、後遺症であるその神経痛、帯状疱疹後神経痛などっていうのは、まあ、原因がはっきりしているので、それをね、あの症候性神経痛と呼
ぶんです。でその一方でその原因不明で起こる神経痛をね、先ほども言いました坐骨神経痛とかその僕が患っている、帯状疱疹後神経痛のようなものじゃなくて、あの原因が不明で起こる神経痛っていうのを突発性神経痛と言います。まあ三叉神経痛とかね、原因がはっきりしてないじゃないですか、しないんですよ。で、ね、あの三叉神経痛ってあるじゃないですか、顔の三叉神経が痛くなるよっていうやつ、あれはね原因がはっきりしているあの症候性っていうのと、あの原因がねはっきりしてないね突発性っていうね、その三叉神経痛にその2種類があるんですよ。ちょっとこれは厄介ですよね。ちなみにそんな原因がはっきりとしているのとしていないのの2種類がある三叉神経痛が原因とされている、原因と疑われている偏頭痛っていうのがありますけども、でその偏頭痛っていうのはね、そのまあ原因とされているのがたくさんありまして、それもねまだはっきりした原因とはされてないんです。でちなみにそのね、その偏頭痛の原因として疑われているのがストレス、睡眠不足、ホルモンバランスの乱れ、天候の乱れといった、ね、ものが挙げられますけどね、まあ、どれもこれも確定している原因ではないようなんですよ。ちゃんとした理由付けで、偏頭痛になるよっていうふうにしたい、そのように、なんつったんやな、ちゃんとした理由と知って、決められた、定められたものの原因ではないんですよ。でそんなはっきりしていない原因の中にですね、三叉神経痛もね入れられてるしね、しかもその三叉神経痛の原因もはっきりした原因がないので、もう訳が分かりません。とまあね、まあ、はっきりしててね、お医者さんがね確定としてくれている原因としてね、まあ、僕のね帯状疱疹後神経痛はね、症候性神経痛というね分類になってますので、まだそのはっきりしてるだけマシかなとね思いますね。まあ、それだけでもねこの不安はね取り除けてるんでね、よかったです。まあ、対処法もね温めたらいいということでね、今はねこのまあ暑い時期ですけども、温めるのはね結構辛いですけどもね、まあ熱中症にならない程度にねしっかりとね足をね温めておきます。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。